はい、皆さんこんにちはでございます。ということで今回もゼノンザードをやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ランクの方19レベルになって、まあ、ちょこちょこやっております。カードの方もねだいぶ変わったのでそちらの方を紹介して今回何をするかというとことなんですけども、1日1回挑戦できるオフィシャルゼクス、人間の勝利 10% しかないのを今回挑戦したいなと思います。過去2回はね負けてるんで、今回ちょっとカードもだいぶ揃ってきたので頑張っていきたいなと思うところなんですけども、今回、デッキなんですけども、いつも通り白デッキになってるんですが、ちょっといろいろ変わっております。まあなんていうのかな、もう赤色とかのレア全部打って作りましたまあでもまだまだ改良の余地はあるところなんですけども、まあ、メインとなるのは何が変わったかな。特にそんなに変わってないっちゃ変わってないんだけど、これかな、フォースをねちょっと変えてみました。前まではどれ使ってたっけ、キマイラ使ってたのかな。そうキマイラ使ってたんだけど、キマイラをやめてミノタウルスにしたんですよ。でミノタウルスから結局何がいいかなってなった時に、ウロボロス、これがね結構白ではいいのかなと思います。でまたねミノタウルスを使ったデッキっていうのも今度時間があればご紹介したいなと思うんです。今回はウロボロスとフェニックスでやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。そしてねなんか今のデッキの問題点なんですけども、攻めが全然いないんですよね。はい、なんでちょっとそれも怖いんですが、やっていきましょう。1日1回、挑戦できるということで、あでもあ 10% か、昨日とか 3% だったんだけど、だいぶみんな、デッキが整ってきたんじゃないかなと思います。さあ勝てるかな。昨日なんか青のデッキだったかな、 AI ボッコボコにされましたねあのね苦手なのが青と闇も苦手だな、紫かすごい苦手でですね、青はねこの潜入だったっけなっていうスキルがすごい強いから。はい、まあ最初なんですけど、個人的には低コストが欲しいので BGM がいいね。てっ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 て、ここかな、この2枚かな、あんまり良くなかったあんまり良くないな。そう3ターンまで何もできないっていうのがちょっと厳しいような気がします。相手は何色で、白か、同じ白ですね。白白デッキで勝ちたいマジで。これ一発しか取れないんで、できるだけ勝ちたいんだけど、サイクロプスとミノタウルスですね。なんでミノタウルスを先に、攻撃したいところではありますが、いきなり出ました。アタックしていくのね。ちょっとまずい気がするけど、あともう一ターン待たなきゃいけないんでいやー厳しいなー。で4枚目出すでしょう、出さない、あ出した、まあ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 400ねまあまあまあ大丈夫、まだ大丈夫、まだなんとかなる。なるかこれ。結構押されてますけど大丈夫でしょうか。さてやっとカードが出せるところなんですけども、とりあえず、守りで600で、これ強いんですよね。でこのウロボロスなんですけど、このウロボロスのいいところは攻撃してもまたアクティブに変わるので、とりあえずちょっと DP 下げとく、 DP 下げとくか。あそっか忘れてたブロックするでしょう。まあ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 、まあ、完全に間違えましたね自分も同じ色使ってんのにこのプレミアやばい。コスト5以上だよね。
痛いですね。さあそろそろやばくなってきたんじゃないかな。4なんだよな、4なんだよな。やばい、何もできない、何もできない、やばいぞ。ちょっとね、入れすぎなのかな魔法カード。ちょっと皆さんぜひぜひ、アドバイスお願いします。500なんだよな。まあまあまあいっか、500だから。何もできないよね。そう、こいつも強いんですよね。あ、やばい、いやー、やばい。お、相手がどうしようかな。もうこいつは、魔法カードで飛ばせるんでいいんで、どうしようかな。置いとこう。とりあえず固めてっていう感じで、これは飛ばします。あ、飛ばせないわ。そっかそっか、アクティブにならないから。あー、来た、これが欲しいやつ。これは、アタックするために必ずブロックをしなければいけないというカードで、これとこのブラックジャックカードをコンボで使うとめちゃめちゃ強いという。どうする、こいつを止めるか。で、これは、はい、受けます。4、やば。はい、ということでまた、10% の人間になれませんでした。いやー、ちょっとね、初手から悪かったですね。そう、初めから来てなかったんで、もうここからちょっと雲行きが怪しかったんですけども、どんどん下がっていって最後あれっていうことで、まあ、こんな調子じゃなかなかダメなんですけど、もうちょっとデッキ改良と、まあ、ちょっとね、多いのかな魔法カードが。計9枚入れてるんですよね、魔法だけで。あ、2枚か、2の3の3かな、2の3の3なんで6の8あるんで、カードを引けるカード、あー、なんだろう、デッキからカードを引けるカードを入れてもいいんだけど、ちょっとね多い気がするんで、222ぐらいがいいのかなということで、ちょっと皆さんぜひぜひアドバイスお願いします。決まればね、なかなか結構強いデッキにはなってるんで、ややこしいっていうか、強いというか、ちょっと戦いにくいデッキにはなってるので、なかなかいいんですけど、ちょっとね、カードが魔法が多いような気もしますね。まあ、いざという時にはすごく使えるんですけども、ちょっと22ぐらい減らして、ちょっと今度やってみようかなと思います。ということで、本当だったらドヤ顔で、攻略と出したかったんですが、ボコボコにされたというお話でした。面白かったなと思う方は、ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価お願いします。またね、こうしたらいいよというアドバイスがあったら、ぜひぜひ教えていただけたらなと思います。それではまた次、明日また動画出したいと。また挑戦してみたという動画を出したいなと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。